はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回解説するサウジアラビア航空163便火災事故は、貨物室で火災が発生し、緊急着陸に成功しながら、様々な不手際が重なったために乗員乗客全員が犠牲になった航空事故なの。緊急着陸に成功していながらの不手際か。とても気になるんだぜ。でしょ？では解説していくわね。ゆっくりしていってね。サウジアラビア航空って1945年に設立されたサウジアラビアのフラッグキャリアよ。現在、名称はサウディアになってるわ。了解だぜ。サウジアラビア航空163便は、パキスタンのカラチからサウジアラビアのリヤドを経由してジッダに向かう便よ。1980年8月19日、163便はリヤド国際空港を現地時間21時8分に離陸したわ。ロッキードトライスター L101-1200 は、前年の1979年に製造された機体で、収益からちょうど1年が経過した頃だったの。乗員は14人、乗客287人、301人が搭乗していたわ。まだ1年しか経ってない機体だったんだな。離陸から約7分後、高度4600メートルへ上昇中に貨物室 C3 から出火したことを示す警告灯が点灯したのよ。でも、乗員が警告の真偽を確認して対処法を考えるのに4分半を費やしたわ。その間にリヤドから 45km も離れてしまったのよ。4分半。随分かかったんだな。機長は客室の様子を見るために機関士を行かせると、後方客室に火災が発生という報告を受け、やっと機長は緊急着陸を決断したんだけど、この火災で油圧系統の一部が切断されて尾翼下の第二エンジンが制御不能となって、最終進入時には停止してしまったの。この機長、慎重にも程があるな。そしてリヤド空港に引き返し、無事に緊急着陸に成功したわ。何はともあれ、着陸成功してよかった。だけど、機長はこの事態を甘く捉えていたのよ。え？この後に及んで？緊急脱出を指示せずに、そのまま誘導路を走行したわ。なんだと？着陸から2分40秒後にようやく機体を停止させたんだけど、両翼のエンジンを停止したのはさらに3分15秒後だったのよ。エンジン停止してなかったのか？ええ、そのため救援隊は機体に近づけなかった。緊急脱出しなきゃだぜ。緊急脱出が実行されなかった理由は、直前に機長が着陸後にすぐ避難しないように客室乗務員に指示していたと見られてるわ。あるいはこの時客室がパニックになって、ドアを開けることができなかったのかもしれないけどね。脱出一択だと思うけどな。客室乗務員も積極的な行動をとっていなかったわ。さらに機関士がマニュアル通りにエンジンと空調システムまで止めちゃったから、火災で空気が薄くなっていた機内は酸欠となってしまった。酸欠か、厳しいぜ。あ、でも空港の救援隊がいるだろ？それがこっちももたもたしたの。空港の救援隊はトライスターのドアのシステムに慣れてなくて、機内に突入することもできなかったのよ。どいつもこいつも、救援隊が機体最前部左側の非常ドアを開けることができたのは、着陸から29分後で、エンジン停止から23分後のことだったわ。なんてこった。この時には163便の乗員乗客301名全員が死亡していたわ。有毒ガスを吸引してしまったのが原因よ。そして犠牲者は機体前方部に折り重なるようにして息絶えていたの。痛ましすぎる。助かる命だったのに。また機体は主翼から下の構造物と後部を除く部分が、すべて焼き尽くされていたの。残念だ。火災の原因は何だったんだ？火災原因は貨物室に搭載されていた可燃物の発火よ。一部の報道では手荷物の中のマッチとも、アラブの旅行者が携帯する灯油ランプが発火したとも言われているけど、火元が完全に燃えてしまっているので、確定はできないの。今となっては、火元はわからないんだな。そうね。この事故で問題とされたのは、非常事態に対する乗員の意思決定の遅れと救援隊の練度不足よ。同感だぜ。一部に死傷者を出したかもしれないけど、多くの人たちは救出できたと思うの。そうだな。私のような素人でも緊急着陸を決断し、着陸後、滑走路上ですぐに停止し、直ちに緊急避難を実施したら助かっていたと思うんだぜ。また、機長、副操縦士、航空機関士の3人それぞれが訓練段階から問題点を指摘されていたことが分かったわ。なるほど、問題がある3人がチームを組んでしまったんだな。まず機長はその意思決定に欠陥があったし、副操縦士は一度試験に落第していたのよ。そして航空機関士はディスレクシアであった疑いが強く、しばしば左右を取り違える間違いを犯していたの。そうか。ところで、ディスクレシアってなんだ？学習障害の一つよ。知能は普通なのに、字を読んだり書いたりすることだけが苦手な障害ね。副操縦士は左右盲といって、左右がわからなくなることがあったようね。
そうか、左右がとっさにわからないと焦るだろうな。その後、事故対策として、サウジアラビア航空は乗務員の対処マニュアルの改定と訓練の実施を行ったわ。メーカーのロッキード社もトライスターの貨物室などの断熱材を強化ガラスに交換するなどの対策を強化したの。火災そのものの原因が特定できなかったことから、火災に対する直接的な防止策はなく、問題となった乗員の対処方法の見直しにとどまっているの。事故機の残骸はリヤド空軍基地に放置され、1990年代前半まで存在していたんですって。避難訓練は本当に大切だってことがわかる事故だったぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。